将棋の史上最年少三冠。藤井里太太陽井、明王、棋聖イコール19が四冠獲得を目指して、豊島正幸竜王、31に挑戦する。第34期竜王戦七番勝負第1局が8日午前9時からの2日制で、東京都渋谷区セルリアンタワーの大学堂で始まった。先手後手を決める。 注目の振り駒は、とキンが4枚出て、藤井聡太が先手、いつものように湯飲みのお茶を口に含み、ハンカチで手を拭くと、先手に6歩、後手と島後手8 4歩と、お互いに飛車先の歩を突き出した。二人のタイトル戦での対決は今年3回目。 6月からの王位戦七番勝負は、藤井聡太が4勝1敗で、初防衛し、7月からの秋田王戦五番勝負でも、挑戦者の藤井聡太が3勝2敗でタイトルを、ダッシュした。快進撃を続ける、藤井聡太は、竜王戦初登場。昨年まで6連敗だった都島には、今年に入って8勝3敗、 通算発症9敗とし、苦手意識を振り払った感じがある。7日に、都内のホテルで行われた前夜祭りでは、最高峰のタイトル戦で、最高の舞台にふさわしい熱戦になるよう頑張りたいと、語った。豊島は、一昨年、時の広瀬昭人竜王からタイトルを奪い、昨年は、 タイトル獲得通算100期を目指した、ハブヨシ球団の挑戦を退けた。今季、竜王戦3連覇を目指す、勢いのある難敵を迎えた、藤井聡太参冠が挑戦者ということで、世間からの注目度をひしひしと感じています。自分なりに精一杯さして熱戦にできればと思いますと抱負を、 語った。9月13日の明王戦5番勝負第5局で敗れた後も、藤井聡太の将棋はしっかり見ていたという、初戦からどんな差し回しを見せるか注目だ。持ち時間は各8時間。昼食休憩は午後0時30分から1時間。おやつは午前10時と午後3時に出される。 封じ手は8日午後6時の時点で、鉄外の騎士が行う。決着は9日夜の見込み。豊島龍王に、藤井里下造官が挑戦。龍王戦、第一局始まる、両者得意の戦型に、将棋界の最高棋戦で。豊島正幸龍王、31、に、藤井里下造官、19、が挑戦する。 第34期竜王戦七番勝負第1局、読売新聞社主催。特別協賛。野村ホールディングスは8日午前9時。東京都渋谷区のセルリアンタワー農学堂で始まった。農部隊を将棋ファンが見守る公開対局は5年連続となる。両対局者は橋がかりを渡ってから着座し。開始を待った。 振り駒の結果、先手番となった藤井里史多造は、いつも通りお茶を口にしてから二六歩と刺した。豊島龍王は八四歩と応じ、戦型は相掛か,か,かりとなった。立ち合い人の中村治球団が予想していた、両者得意の戦型で、最先端の研究がぶつかり合う序盤戦となりそうだ。 藤井聡太三冠史上最年少四位冠への挑戦、始まる、竜王戦、第一局開始、戸島正幸竜王、31、2、藤井聡太三冠、19、イコール多い。きら王、棋聖イコールが挑む将棋の、第34期竜王戦七番勝負第一局は8日。東京都渋谷区のセルリアンタワーの楽学堂で午前9時に、始まった。 対局開始直前の振り後までは、と金が4枚出て、先手番は、藤井壮太に決定。共に飛車先の歩を突き合うスタートで、戦型はこのカード5局連続の相掛かかりになった。両者の対戦成績は、豊島の9勝8敗。昨年までは豊島が6勝無敗と圧倒していたが、 今年に入って6から8月の大井戦7番勝負、藤井聡太4勝1敗で防衛。7から9月の明田王戦5番勝負、藤井聡太3勝2敗でダッシュなどで、藤井聡太が猛然と追上げている。豊島が防衛すれば3連覇。藤井聡太がダッシュすれば、史上最年少の4冠となる。持ち時間は、各8時間。 終局は9日、夕刻以降の見込みだ。藤井聡太。最年少4冠を目指す将棋の竜王戦が、開幕将棋の藤井聡多造冠、19、が、豊島正幸竜王、31、にドム、第34期竜王戦七番勝負の、第1局は8日。東京都渋谷区のセルリアンタワーの大学堂で始まった。 藤井佐都市大井、明を、帰省は今シリーズ。最年少での4タイトル同時保持を目指す。豊島竜王は3連覇がかかる。藤井佐都市刊は7月3日。帰省戦5番勝負で、渡辺明3冠、37、に、勝利。8月25日に、大井戦7番勝負。 9月13日には、明王戦5番勝負で共に、豊島龍竜王を破り、最年少3冠に輝いた。このシリーズで、豊島龍竜王とは、19番勝負となった。竜王戦7番勝負は2日制で、持ち時間各8時間、8日夕に封じ手押し、ここの母さんに再会して、同日夜に、 終局の見込み。藤井里下増官最年少四冠への挑戦が、スタート豊島正ま竜王と、第一局開始、将棋、竜王戦七番勝負将棋の藤井里下造官大い。明王帰省。19場10月8日。竜王戦七番勝負第一局で、とし正ま竜王。 31と午前9時から対局を開始した。藤井里太田造館は、このシリーズを制すれば、史上最年少での4冠を達成新たな記録へ向かう中、どんな開幕曲とするか。今年度、規制等を予防へ新たに、明らを獲得し史上最年少19歳1。 1>, 1ヶ月で3冠を達成した、藤里下蔵館だが、早くも次の記録へと突き進んでいる。豊島竜王とはおからよさはようい戦7番勝負。あきら王戦5番勝負に続いて、今季3度目の番勝負。合計、19番勝負にもなったが大井で防衛、4勝1敗。あきら王で、ダッシュ。 三勝2敗と、かつては天敵とも呼ばれた相手に大舞台で勝ち続けている。この竜王のダッシュに成功すると、渡辺明名人、起用。王将、三十七を抜き、ついに序列一位に君臨することになる。なお、現在の最年少四冠記録は、 羽生ヨシ九段、51、が持つ22歳9ヶ月だ。対する豊島竜王は、通算成績で9勝8敗と、藤井里史多造館に対して勝ち越している数少ない、騎士。一時は、竜王、名人、三冠なども達成したが、この番勝負の結果次第では、無冠となってしまう。 タイトルホルダー4人に使われている4強音に踏みとどまるため。また、竜王3連覇のために。この第1局は、ゼガヒでも取りたいところだ。持ち時間は、各8時間の2日制で。振り駒の結果。先手は、藤井聡都下増刊。第2局以降は、先手、後手が、交互に入れ替わる。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。